はい、ザゲメチャンネルのハルキジキューでーす。今日ご紹介するアイテムはこちら、ペッパーですね。テンデスさんバージョンのですね、ペッパーが出ましたので、今日はこちらのですね、コンポーネントのご紹介したいと思います。はい、ペッパーですね、ちょっと前にですね、FX 版の方のですね、ペッパーの方で、中身ちょっとご紹介したんですけども、今日のコンポーネントがね、新しくなったテンデンさんバージョン出ましたので、今日はこちらのご紹介です。で、FX 版よりちょっと小さい感じですね。で、このサイズってテンデンさんが他にも出されている、これですね、インフェルノです。これとかと同じサイズですね。で、このサイズで、いわゆるアミーゴ箱よりはまあ十分大きいので、まあ、スリムとか入れても全然大丈夫ですね。まあ、裏面の方もね、オリジナルの方の、こうなんか小ざっぱりしたやつから、こう、激辛注意っていうね、まあ、ゲームのワンポイントが入ったデザインに変わってますね。じゃあ中からもちょっと見てみます。はい、コンポーネントこんな感じですね。ハガキサイズの表面と裏面に、ルールが書いたマニュアルが1枚と、まあ、カードが一式と、まあ、カードゲームでね、テイキングなのでそんなに量がありませんので一式入ってるだけですね。 で前のやつと比べてみますと、カードがね、一回りぐらい小さくなってますね。いわゆるアミーゴのサイズになっていて、カードゲームプレイするときによく使うサイズですね。前の FX のやつはちょっとなんかでかいんですよね。ちょっと高さが高くて、女性とかの手には大きいサイズなんじゃないかなと思っていたんですけども、もうちょっと小さいサイズなんで、まあ、いわゆるアミーゴのカードサイズになってますね。これ割と使いやすいサイズだと思いますね。カードの質も悪くないですね。すごくね、前の FX 版のやつの場合だと、この1のペッパーがね、まあ、あんまりかっこよくないんですよね。正直ね、あんまりいいデザインじゃなくて、このなんか、まあ、好きな人も好きなのかもしれませんけど、ちょっと私はちょっとどうかなと思ってた、まあ辛いっていうイメージ出してる絵だったのが、まあ、これが全部するとことに異なるデザインに変わってるんで、まあ1の効果自体は同じなんですけども、この辺が非常に分かりやすくなってますね。もう一つ前の版で欠点だったのが、この全部このなんか細いほにゃにゃにゃっとした感じの表現になっていて、ちょっと色の差とかね、人によっては見づらいかなって感じだったんですよ。私もちょっと苦手なデザインなんですけども、テンデスさんバージョンのやつだと全部ね、この黄色だったらこの炎とかね、茶色だったらこのアックスだとか、青だったらこれなんですか、マイクですかね、マイクとか、赤だったらピストルっていう、まあ、相当ごとにね、全部このアイコンが入っているようになったので、ちょっとこう重ねた時にね、見やすいかどうか若干ありますけど、ね、やっぱどうしてもこう持ちますからね、この時にちょっとまあずらしてみるっていう、まあ、四隅に入ったらちょっとうるさかったんでしょうね、いう形なんで、まあ、ちょっとこんな形で持つのがいいのかもしれませんけど、まあ、ここにアイコンが入ったので、まあ、間違いやすいかなという時には、ここを見てチェックすればいいようになってますんで、まあ、全体的にどうしても色の数が多いゲームなので、そこは間違いやすかったので、ここのアイコンが入ったのと、まあ、カードがちょっと小さくなったので、我々日本人には使いやすいサイズになったんじゃないでしょうか。で、マニュアルの方もですね、前のペッパーのやつだと、これあのトリックテイキング取っていて、ワンラウンド終わった時、次のラウンド誰から開始するだっていうのはちょっと明記されていなかった。私前回のレビューとかね、あの下の方にリンク貼っとくんで見ていただければいいんですけど、やっぱりないんですよね。で、私のところだと大体のトリックテイキングでないやつたまにあるので、前のゲーム前、または前のハンドですね、のラストトリック取った人が次のトリックの最初のリーダーになりますよっていうルールでよくやってるんですけども、まあその辺のところもね、どういうルールで次のリーダー決めますよって明示されているので、まあ細かくルールの不備も直っているようですので、まあこの辺の点テンデス3番の方がいいんじゃないでしょうかね。まあ、ペッパー自体のレビューはね、さっき言いましたけど、下の方にリンク貼っておきますので、見ていただければ結構だと思いますけども、まあ、多人数の3人から9人まで遊べるですね、人数の幅が広いトリックテイキングゲームで、少人数だと割とシビアで、大人数の時はパーティーゲームっぽく楽しめるようになっているので、私も個人的におすすめのゲームですが、元の FX 版の方は残念ながらもう入手が難しかったり、カードのデザインがね、やっぱちょっと分かりづらいんですね。色の差がちょっと分かりづらかったり、カードもちょっと大きかったりするので、まあ、このテンデス3バージョンのやつが、今、まあ、当然ね、この2014に出たばっかりですので、入手もしやすいと思いますので、まあ、1個持っていても楽しめるゲームなんじゃないかと思います。はい、というわけでですね、新旧ペッパーのですね、コンポーネントのですね、比較レビューでございました。ザーゲメチャンネルの春99でした。